君は誰かを殺してみたいと一瞬でも思ったことはないかな。1945年12月10日、アメリカ合衆国イリノイ州最大の都市シカゴ。とあるアパートの浴室から30代の女性、フランシス・ブラウンの遺体が発見された。その体にはナイフによる刺し傷と銃撃を受けた跡があり、何者かによって殺されたのは明らかだ。またフランシスの遺体は衣服を身につけていなかったが、首にはまるで何かの目印のようにパジャマの上着が巻きつけられていた。そして体には血がほとんどついておらず、これは犯人が殺害後にフランシスの体を浴室で洗い流していたことを意味する。しかしこの事件現場で最も人の目を引いたのはフランシスの遺体ではなく事件現場の壁だった。というのも部屋の壁には犯人が残したとみられるメッセージが残されていたんだ。そこには女性ものの赤い口紅でこう書かれていた。誰か私を捕まえてくれ。私は自分の意思では殺人を止められないんだ。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるレナ・テミスだ。今回ご紹介するのは犯行現場に口紅でメッセージを残した殺人鬼、通称リップスティックキラーについて。アメリカでは今なおその真相について議論がされるほど謎多き事件なんだ。殺人衝動に抗えなくなったこの犯人の正体に迫っていこう。口紅殺人鬼。1945年6月4日の夜、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴのとあるアパートで殺人事件があったとの通報が警察に寄せられる。殺害されていたのは40代の未亡人ジョセフィン・ロス。寝室のベッドで発見された彼女の遺体は少しばかり奇妙な状態だった。というのも頭部に殴られた痕跡があった一方で遺体は綺麗に洗われていたんだ。また首には赤いスカートとストッキングが巻きつけられており、その下にはいくつもの刺し傷があり、これが致命傷となっていた。アパートから逃走する黒髪の男の目撃証言があったが、警察はその人物を特定することができず、時は経ち半年後第二の事件が起こってしまう。1945年12月10日、シカゴの街で再び殺人事件が起きる。今度の被害者は30代女性のフランシス・ブラウン。彼女の遺体は血で真っ赤に染まる浴槽に全裸でもたれかかるように倒れていた。そしてこの遺体にはジョセフィン・ロス殺害事件との共通点がいくつもあったんだ。フランシスの遺体の首にはパジャマの上着が巻きつけられており、その下には深い刺し傷があった。頭部と腕には銃創があったものの、半年前のジョセフィン・ロス事件との類似点が多いことから同一犯による犯行と考えていた。警察は玄関に血のついた指紋を発見し、午前4時頃に銃声を聞いたという目撃証言を得る。またアパートの夜間事務員の証言によれば、犯行推定時刻に男性が緊張した様子でエレベーターから降りて立ち去ったという。こういった証言は注目すべき内容だったが、それ以上に警察の目を引くものが現場には残されていたんだ。それは部屋の壁に口紅で書かれた次のようなメッセージだった。誰か私を捕まえてくれ。私は自分の意思では殺人を止められないんだ。このメッセージを見た警察とメディアは犯人をリップスティックキラーと名付け捜査を開始する。しかしこの殺人鬼の真に恐ろしい点は実はそこではないんだ。というのも被害者はいずれも女性で、見つかった時は全裸で発見されているわけだが、彼女たちは2人とも性的暴行を受けていなかった。つまりこの犯人、リップスティックキラーは性欲を満たすためではなく、あくまで人を殺すこと自体が目的だったことになるね。自分を止めてくれと訴える犯人、警察は彼の願いを叶えることができるのだろうか。少女バラバラ殺人事件。1946年1月6日の夜、6歳少女スザンヌ・デグナンの寝室に入った両親は目を疑うような光景を目にする。すでに眠っていたはずの娘の姿はベッドになく、代わりに手紙だけが残されていたんだ。そこにはこう書かれていた。2万ドルを用意しておけ。 FBI や警察には絶対に知らせるな。金は5ドル札と10ドル札にしろ。寝室の窓の外にははしごが残されており、犯人が忍び込んで誘拐したことは明白だった。両親は思い悩んだ。身代金を用意すれば娘は本当に助かるのか、それとも警察に相談するべきなのか、間違いは許されない選択だった。このような地獄の選択を迫られる中、翌日警察に一本の通報が入る。電話をかけてきた匿名の人物は警察にこのように話した。マンホールの近くに何かが落ちてる。その発見場所は行方不明となっていたスザンヌの家の近所。駆けつけた警察はすぐに通報者が言っていた何かが何であるかを察したんだ。その何かとは
幼い少女の頭部。当然それはスザンヌのものだった。さらに周辺の下水道からはスザンヌのものと思われる両足と2つに切断された胴体が見つかったんだ。ここでメトラーの皆さんはこう思ったことだろう。犯人はリップスティックキラーなのか。だとしたら目的は結局身代金だったんじゃないかと。それではここからはその疑問の答え合わせをしていこう。捜査を開始した警察はスザンヌの両親がすぐに身代金を用意しなかったため犯人は人質を殺害したと考えた。しかしそうではなかった。鑑識の結果、少女スザンヌが殺されたタイミングが判明したんだが、それは彼女が誘拐された直後だったんだ。つまり犯人は身代金を要求しながらも無事に少女を返す気は毛頭なかったことになる。あくまでも目的は殺人であり、わざわざ手紙まで残したのは犯人にとってはお遊びに過ぎなかった可能性が高い。また手紙の筆跡があのリップスティックキラーが口紅で残したメッセージと酷似していたことが判明。2つの事件を起こしたのは同一犯との見方が有力視されたんだ。この猟奇的事件が報道されると人々の関心はシカゴの街に潜む恐るべき殺人鬼に注がれる。しかし事件が動いたのはそれから約半年が経った頃だった。その始まりは高級アパートに忍び込んだとして一人の男が逮捕されたこと。後の調べによりその男ウィリアム・ジョージ・ハイレンズは世間を騒がせている殺人鬼リップスティックキラーである可能性が高いことが分かったんだ。驚くべきはその男の年齢だ。逮捕された時のウィリアムの年齢はなんと17歳。連続殺人犯として逮捕されたのはまだあどけなさの残る少年だった。彼はどうやって殺人鬼となっていったのだろうか。家庭環境とウィリアムの人となりをご覧いただこう。飛行に走った天才児。1928年、ウィリアムはシカゴの北に位置する町、エヴァンストンで生を受ける。家庭は貧しく、両親は共働きで、ほとんどベビーシッターに育てられていたという。また、母親は性愛について非常に厳しい人間で、性行為は病気を引き起こす汚らわしい行為だと、ウィリアムに強く言いつけていた。そのことがよほど強く心に刷り込まれたのだろう。ウィリアムは中学生の時に交際をしており、ファーストキスを経験している。しかしその直後、ウィリアムは言葉では形容しがたい不快感に襲われ、なんと嘔吐してしまったという。それほどまでに母親は息子に強烈な呪いを与えていたんだ。そんなウィリアムは単独行動を好み、家にいる時は科学の勉強をしたり、古い時計を自分で修理するなどして過ごしており、学校の成績は常にトップだったという。しかし両親の仲が悪くなり喧嘩ばかりになると家にいること自体が強いストレスとなる。そして居場所を求めて街をさまようようになり、この頃から窃盗や強盗に手を染めていくようになるんだ。金銭目的かと思いきや現金はほとんど奪っておらず、ストレス発散としての意味合いが特に強かったようなんだ。また下着を盗んだこともあり、この行動は母親からされていたことへの反動なのかもしれない。それではここで本日のメトラーキーワード、過剰抑圧型の非行少年について。子供が非行に走る原因には大きく分けて2つのパターンがある。一つは良い子型、あるいは過剰抑圧型と呼ばれるもので、親のしつけが厳しすぎたことが要因となるもの。もう一つが攻撃型、もしくは突っ張り型といい、親からの虐待が原因で、いわゆるヤンキーのような攻撃的な行動を起こす非行少年となる。母親からの厳しいしつけの影響下にあったウィリアムは過剰抑圧型と言えるだろう。一見するとおとなしく見える良い子だが、突然凶悪な犯罪を起こすことが主な特徴だ。彼らの心の中には強い葛藤を抱えており、 SOS を出す代わりに犯罪行為に手を染めていくんだ。13歳になったウィリアムは人生初の逮捕を経験している。この時の罪状は拳銃の所持。しかしこの時点でウィリアムは11件の強盗と6件の放火を起こしていたというから、札付きのワルというやつだ。この後施設に入れられたウィリアムだったが、特に改心は見られなかったという。それでも天才児でもあったウィリアムはその能力を生かし、優秀な成績でシカゴ大学に入学を果たしたんだ。こうした中、リップスティックキラーの容疑者として捕まったウィリアム。それはどんな状況だったのだろうか。ここからは彼が逮捕されるに至った経緯と、その後警察が取った異常な対応について見ておくれ。リップスティックキラーの正体。ウィリアムが逮捕されたのはシカゴの大学で学生生活を謳歌していた時だ。当時ウィリアムには恋人がおり、まさに人生の春が到来していたと言える。そんなウィリアムには悩みがあった。それは金がないということ。
恋人とデートをするためには金が必要だが、ウィリアムは相変わらず貧乏だった。しかし金を得る方法はいくらでも知っている。それは真っ当に働くことではなく法を破ることだった。1946年6月26日、ウィリアムは恋人とのデート資金を求め高級住宅街に侵入。当然盗みを働くためだ。ウィリアムにとってはそれが日常であり、いつものように素早く金目のものを手にするだけ。しかしこの時ばかりは誤算があった。ウィリアムは住宅に侵入している姿を警察に目撃されてしまったんだ。激しい逃走の末、ウィリアムは頭に植木鉢を落とされ、これがなんと命中。気絶したところで御用となったんだ。こうして逮捕されたウィリアムだが、この時はまだ空き巣の現行犯としてのみ。しかし警察はウィリアムをリップスティックキラー本人とみなし、国家機関にあるまじき行為を働いたんだ。お前がやったんだろ、白状しろ。植木鉢を頭に食らい、病院で治療を受けた後のウィリアムを待っていたのは暴力を伴った拷問まがいの尋問だった。食事もほとんど出されず、ウィリアムは6日間ほぼ24時間体制で暴力を受け続けていたという。しかしそれでもウィリアムは口を割らなかった。そして焦った警察は最後の手段に出る。その日の尋問はいつも以上に容赦がなかった。しかし何回殴られてもウィリアムは相変わらず犯行を否定し続けていたんだ。口の固いガキだ、ならこれを使うしかねえな。そう言って警察が取り出したのは注射器。中に入っていたのはいわゆる自白剤だった。本来であれば正規の手続きが必要だったが、捜査を急ぐあまりこの時は全くの無許可だったという。やめろ。うわ。自白剤を注射され意識が朦朧となるウィリアム。薬の効き目を確かめながら警察は問いかける。お前が殺したんだろう、お前がリップスティックキラーなんだろう。うつろげな目をしたウィリアムはゆっくりと口を開く。僕じゃない、あいつだ。全部ジョージ・マーマンがやったんだ。突如上がったジョージ・マーマンという名前、果たして真犯人はこのジョージという人物なのだろうか。警察は早速犯罪者のデータベースやウィリアムの近辺にそういった名前の人物がいないかを徹底的に調べ上げたんだ。しかしどういうわけかジョージ・マーマンの正体は全くつかめなかったんだ。ちなみに自白剤の効果については疑わしい点が多く、効果はせいぜい脳や体の機能を一部麻痺させる程度。秘密をペラペラと喋ってしまうのはフィクションの中だけの話と思っておくれ。おい、いい加減に答えやがれ。この前話したジョージ・マーマンとは何者だ。だから誰なんですか、ジョージ・マーマンって。あの時受けた尋問のことはよく覚えてないんですよ。なんと当のウィリアム自身がその名前に聞き覚えがないという。このことから警察は一つの結論に達する。ジョージ・マーマンの正体はウィリアムの別人格だ。その理由として警察が考えついたのはウィリアムのミドルネームがジョージであったこと。つまりジョージ・マーマンはウィリアムと同一人物であり、ウィリアムは間接的ではあるが自供したという判断を下したんだ。また残された指紋の鑑定も行われ、完全一致とはいかなかったが、多くの点で共通点があることからウィリアムこそがリップスティックキラーであると結論付けたんだ。こうして迎えた1946年7月12日、ウィリアムは暴行を含む23件の窃盗罪および3件の殺人罪で起訴され、終身刑の判決が下されたんだ。リップスティックキラーの犯行とみれば当然の判決だったが、未成年の少年に下される判決としては非常に重いものだったと言える。そして何より尋問方法に問題があったと言わざるを得ないだろう。ウィリアムは獄中生活を続けながらずっと無実を主張していた。こういった背景から事件の捜査方法や当時の判決の正当性には現在も疑問の声が上がっている。しかし判決はその後65年間覆ることはなく、2012年3月5日ウィリアムは糖尿病から生じる合併症により83歳で亡くなった。誰か俺の殺人を止めてくれと壁に書き記したのは本当にウィリアムだったのだろうか。ただ彼が逮捕されて以降、リップスティックキラーの犯行がピタリと止んだのも事実だ。メトラーの皆さんはどう思っただろうか。ぜひコメント欄に感想を残しておくれ。